トヨタ GD エンジンは、トヨタ自動食器が製造する、トヨタ自動車の水冷直列4気筒ディーゼルエンジンの系列である。2015年5月11日、ウィーン国際モーターシンポジウムにて発表。同月21日発表の8代目ハイラックスに、初搭載されると予告された。GD エンジンファミリーは、従来の KD エンジンファミリーにとって変わるものであるが、 発表された2種類のエンジンはいずれも従来型に比べて消排器量化されている。KD エンジンに引き続き同弁機構に DOHC が採用されているが、トヨタが自ら開発した DOHC 機構を用いたディーゼルエンジンとしては初めてカムシャフトの駆動用部品としてタイミングチェーンが採用された。サウィンと呼ばれる技術を採用して 高断熱ディーゼル燃焼を実現を図っているほか、トヨタのディーゼルエンジンでは初めて尿素 SCR システムを採用し、ユーロ6及びポスト新長期自動車排出ガス規制に対応した。トゥンガが市販品として初めて採用された部品であり、シムケチの排出ガス規制や、軽油の品質などに応じて、DPF、尿素水不要の尿素フリー触媒、尿素、 SCR システムなどを適宜組み合わせることで最適な排出ガス浄化を図ることができる構成となっている。出力主な搭載車種、出力主な搭載車種、ありがとうございます。